コスモス強くなれる It's alright ドゥルルルルルルルジュン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 ルル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 ルチュチュ愛ってなんなんだ正義ってなんなんだ力で勝つだけじゃ何かが足りないはいということで今日ご紹介するのはこちらウルトラマンコスモス空飛ぶウルトラマンコスモスルナモードということではいウルトラマンコスモスがお部屋の中をぐるぐる旋回カラータイマーが光って楽しいということでカラータイマーが光って楽しいっていうのはこちら側に決めさせていただくことですねカラータイマーが光るってのはわかるんですが楽しいっていうのはこっちが決める感情ですのでまあ絶対楽しいでしょうねうんもうこんなに書いてあるんですもん楽しい2001年。はい。豊かですかね。これはね。そうですね。株式会社豊か。はい。ということで、裏面見ていきましょう。はい。天井に取り付けの際は保護者の方が行ってくださいということで、ネジでね、どうやら天井に穴を開けないとダメみたいですね。うん。それでフックをつなげると、ぐるぐる回る。炭酸加熱1本使用ということですね。はい。で、ウルトラマンコスモスルナモードといえば、今、絶賛、なんて言ったらいいんだろう。放送中って言ったらいいのかなこちら。はい。ウルトラマンオブジオリジンサーガ、アマゾンプライムビデオ限定ですね。配信されてますけども、第5話終わりまして、毎週月曜日0時になると配信されますね。はい。こちらにコスモス出てきますが、第5話見た感想といたしまして、なぜ、コスモスに変身しないのか。そこが、ちょっと僕の中で疑問になりましたね。うん。変身すればいいのに、戦神にしちゃったっていうのは、なんかこう、奥があるんでしょうね。女王様が決めたことだからっていう、言ってましたけども、なんかこう、多分あるんでしょうね。またこれから先。ということで、開けまーす。あ、これすごいこういうのがあるんですね要するに吊る下げ式で飾ってあったってことなのかなもともとこんな感じで売られてたんですかね箱がねはい新品かなこれ新品みたいですね。かなり、セロテープの方は、もう風化して黄ばんでますけども。これ自体は新品なのかな?まあ、新品って言ってもね、新品じゃないのたまにあるからね、本当に。さあ、来ました。このね、プロペラが折れると終わりですので、もう 100% 終わりですので、これは絶対に折らないようにしましょう。で、電池。結構奥まで入ってますね。よし、来た。はい。炭酸。はい、入りました。グッと。これで、締めて。ちゃんと締めないと多分ここにフックをつけるので。よし、硬い。OK。もうグラグラしないですね。では、電池をちょっとつけていきますか。おお!おお!確かに!確かに、カラータイマーが光って楽しいかも。おう!これは、でも、くるくるま、暗くしてくるくる回せば多分かっこいいかもしんないね。うわー、でもいいね!いや、耳の中もちゃんと色塗られてますし、ん、顔も悪くないですよね。すごい!やっぱ、いいね、昔のおもちゃってね。これで、じゃ、取り付け、しますか。どうしような。別に、家にネジ穴を開けていいって言われてるので、全然開けちゃいますけども。この部屋にするこの部屋にしようかどうしようかな。どうせなら、取り付ける風景もちょっと、載せますか。
はい、ということで上にちょっと取り付けていきたいと思います。付けれるかな。よいしょ。こういうのはやっぱ助っ人が欲しいよね。助っ人ダンス。おお。おお。すごい。ここら辺に、なんか両面テープになってましたね。とりあえず上に貼っつけて。おい、もういいんじゃないこれで。って思っちゃうけどね。よいしょ。いいね、いい感じ、いい感じ。めっちゃ刺さってますよ。ただこれ、釣り糸っていうか糸投げんだよな。なんか自分で調節してくださいと書いてあったけど、なんか切っていいのかなって感じがするよね。まあ、糸ですからね。おーし、ラスト1個映ってんのかな。果たして。短いドライバーだとやりづらいっすね。うわ、超楽しみ。俺んち家でコスモスが飛ぶぞ。あー、腕痛え、腕痛え。もうね、サスケの筋肉痛が本当に取れない。よいしょよいしょ。よし、結構グイッと最後まで行くので、グイッグイッと。そうしないともしかするとね、コスモスが落下してしまう可能性があるので。よし、 OK だろ。ああ、もうカッチカチ。さあ来ました。よいしょ。うわっ、最悪だ最悪だ最悪だ。ガロの箱を潰した。最悪だ。最悪だ。最悪だ。よし。さあ、ということで、なんか光加減が、あれだね。やっぱり、良くないね。照明つけるか。よいしょ。あ、コンセント下がってた。くっそー、電気代かかっちまう。照明オン。お、全然変わんなくね。上のライト消せばいいのか。きた、いいね。そうだね。さあ、そしてコスモス、コスモス。これ低くねえか。普通に低くねえか。ぶら下げまーす。来た！位置低くねえか、これ。めっちゃ低いっす。僕が立っててこの位置なんで、めっちゃ低いな。まあでも、これでオンしてみましょう。オン。うん。じゃあ回ってもらえますか。へい。なんか違くねえか。そうやって回るんじゃないよね。なんか違くねえか、これ。ん？こうやって回るんだっけ？もっと、こうか？うわー、危ない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 、おー、危ない危ない。危ない危ない。
全然なんかわけわかんねえよ。え？何？どうなっちゃってんの？なんか飛び方おかしいよね。これ止まりそうな飛び方してるよね。うん？これ合ってるのかな？これで。もっと昔よくおもちゃ屋さんで回ってんの、ちゃんと円を描くように回ってたんだけどな。威力弱まっちゃったんかな、このプロペラの。あれ？しかも光ってる？あ、光ってるね。光ってる、光ってる。で、じゃあ照明消してみますか。じゃあ照明をね。照明消しますよ。いきまーす。お、光ってる。これで、コスモスを、えい。うわ、危ない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 。危ない危ない。超絶ブランコだよ、マジで。全然わけわかんないよ、マジで。ホタルみたいになってるよ。あははは。長すぎるのかな、紐ね。ちょっと短くしてみますね。よし、これでいいんじゃない？かなりうまくできたと思います。もうさっきここら辺にいたんだけど、この位置ですからね。結構高いぞ。さあ、それではスイッチオン。いきまーす。来た。さあ、行ってくれよ。頼むぞ。ほら。お、なんか、近い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 。かなり蛇行運転だけど。お、いいんじゃない？お、来たー！もう、かなり、安定してきましたね。来た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 ！これ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 ！よし。下から撮るぞ。下からじゃなくて。うわ、迫力満点。やばい。酔っちゃう、酔っちゃう。あ、危ない。危ない、危ない。危ない。いや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 すごい。すごい速さ。これだ、これ、これ。やっぱ、あ、また降りた時に箱踏んじゃった。これですよ。これ、これ。これだよね。懐かしの、ウルトラマンコスモス。いやー、うん、これね、アルカリ電池だとずっと回ってるみたい。約3時間。満貫だと25分。かなり短いよね。ということで、これずっと回ってられるよね、多分ね。もう上がああなってるもんね。止めまーす。おっ、おっ、おっ。痛い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 。痛いよ。はい、ということで、空飛ぶ。ウルトラマンコスモスでした。この状態でも全然かっこいいよね。これサムネイルにしよう。これかっこいいもんね。コスモス！これいいじゃん。うん。はい。ということで、今日は、こちら。箱踏んじゃって結構もうぐちゃっちゃったけど。いくらこれ？いくら？そもそもいくら？あ、ちょうど剥がれてるー。1000円ぐらいかな？ 900 円とかね。多分それぐらいだと思われます。わかんないけど。よく知ってる方がいましたらコメントの方ください。それではまた明日。